スノーマン・メグロレンの優しいパパ見つめ動画も、沸騰月級海の始まり。大好評スタートも、ホラー物議も呼んだ娘のセリフ。7月1日、スノーマンのメグロレン27主演の連続ドラマ、海の始まり。フジテレビ系月曜夜9時の第1話が放送された。海の始まりは、メグロ演じる主人公、月岡夏が。 7年前に一方的に別れを切り出された恋人、南雲水木、古川琴音、27の死をきっかけに、水木と自分との間に娘、海、泉谷聖奈、伊豆谷らな、奈がいたことを知り、戸惑いながらも親子の絆を深めていく物語。目黒の出世作、サイレント、22年10月期の村瀬健プロデューサー、脚本家の生方美久氏 監督、風間広樹氏らが再結集して制作される作品ということで放送前から注目度が高く、初回放送は X、旧ツイッターの世界トレンド1位の好みスタートを切った。ドラマの公式 X は、メグロさんと娘の海を演じる泉谷さんのカウントダウン動画を放送当日に公開しましたが、そこでメグロさんがまさにパパのように優しく泉谷さんを見つめる姿も3万いいね。 閲覧数72.7万、2日朝9時現在とバズっています。本編で素晴らしい演技をしていて、第1話終盤のシーンは泣けたなど反響の声が多く寄せられています。女性史編集者。以下、海の始まり、第2話予告までのネタバレを含みます。夏、目黒は、水器、古川の葬式で海に出会うが、水木の母主員、大竹氏のから、 海が自分の娘であることを告げられる。あまりにも突然の出来事に、その時点で夏は何もできなかった。しかし、第一話終盤に海が一人で夏の一人暮らしの部屋に来てしまい、夏が過去にスマートフォンで撮っていた動画を見せる展開に。動画が終わり、夏は海を帰らせようとするも、ママ、終わっちゃったの死んだらバイバイ、などの海の質問に対して、 死んじゃったんだよ、とストレートに真実を伝えてしまい、死んじゃったらどうなるのと返される。夏は明確な答えが浮かばなかったが、死んだらわかんないけど、スイキ、お母さんじゃなくなるわけじゃないから。終わったんじゃないよ、と、海に優しく声をかける。すると海が、夏くんは夏くん、海のパパでしょ夏くんのパパ、いつ始まるの とまっすぐな瞳で問いかけてくるそんな描写で話は終わった、はい、目黒泉屋の演技や産方氏の練られた脚本美しい映像など多くの見どころがあった第1話には感動の声が多数寄せられているいやーもうまだ1話なのに泣けるし映画かと思うくらい本当に素敵な作品過ぎた切ない泣ける役者さんってすごい 1> 第1話冒頭が本当の海のシーンから始まったこと。そしてラストの父と夏と娘、海のやりとりがパパとしての始まりという意味で、タイトルの回収だと指摘する声も多い。サイレントに劣らないすごい作品、そんな大いなるポテンシャルを感じさせる1話でしたよね。ただ、ラストの場面には疑問の声も上がっています。6歳の子が一人で遠くの家に来るという展開や、 少し前に会ったばかりのまだ6歳の子が夏くんのパパの、というセリフはさすがにやりすぎ、言わせすぎでは、という声があるほか、演出をホラー的に捉える視聴者も少なくない。絶賛だけでなく、ケンケンガクガク、様々な意見が寄せられていますね。全道海の始まり、には放送後多くの意見が、なんやこのドラマ、ホラーじゃないか、勝手に産んで、 子供にパパの家教え込んでるぽいし何がしたいんや、謎や、怖いわ。確かにヒューマンドラマかと思いきやホラーやん夏くんやったら恐怖と困惑やで。カくんからしたら葬式で初めて子供産んだの知って元かの母親に同意書見せられて詰められるん地獄でしかないやろ。夏くんのパパはいつ始まるの怖い一言だな。 予期せぬ妊娠で逃げる男性がいるこの世の中にもっと刺さってほしい。てか、それが産方さんの願いなのでは。夏くんのパパはいつ始まるのっていう海ちゃんのセリフが産方さんらしいなって思った。いつパパになってくれるのとは意味が違うというか。たくさんのセリフやナレーションなどはないからドラマを見た視聴者それぞれ受け止め方が違う。 ドラマだな、それがうぶかたさんの意図するところかもしれん。など多くの声が寄せられている。うぶかた脚本の作品は男女の間に友情は成立するかを描いた。一番好きな花、フジテレビ系、23年10月期もそうでしたが、人が無意識に避けたり、偏見を持ちがちな重いテーマを非常に丁寧に描いています。今回の海の始まりも踏み込んだ内容で、 様々な意見が出て、話題になることも見っかいているのではないでしょうか。また、うぶかたは脚本家になる前、助産師として働いていた経歴の持ち主。劇中では、男性は妊娠も出産もしないで父親になれちゃうという、非常に考えさせられるフレーズもありました。それを考えると、夏くんのパパ、いつ始まるのというのも、言わせすぎな感じもしますが、 やはり重みを感じさせるという声もありますね。男性目線、女性目線、立場の違いで受け止め方がかなり変わってくる。複雑で考え込まれた脚本でしょうね。全道海の始まりは、第2話の予告でも海が、海に会いたくないのとまた夏に迫るように言う場面があったり、有村架純、31。 演じる夏の現在の恋人が涙する姿があったり、気になる展開がありそうだ。ある日突然、父親になった夏は今後どうするのか。どのようにパパになっていくのか、現在の恋人との関係は、多くの視聴者が第2話を心待ちにしていることだけは間違いないだろう。動画ラストの再生時間8秒のところで、優しく娘、海役の泉屋を見つめる目黒 最後のメグロくんの目線が素敵ですもん、パパそのものですね。ラナちゃんを見る目が優しい。などの声が多く寄せられている。